こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、夏から秋にかけて体調を崩してしまいやすい方の対処方法についてお話をさせてもらいます。季節の変わり目っていうのは誰でも体調を崩してしまいやすいんですけど、特に夏から秋にかけての季節の変わり目っていうのはお腹、特に胃の調子が悪くなったりしやすいです。消化不良になったりとか、こうお腹が重たい感じになってしまいがちです。ではどうしてそういうふうなことになってしまうのかっていうと、夏の間体っていうのは熱だったりとか水分をこう外に放出しやすいような状態になっています。でだんだんこう秋に近づいてきて、少しずつこう夜が冷えたり朝が冷えたりっていうふうになってくると、今度はこう発散するために緩んでいた体がだんだんこう収縮してきます。で普通にこれ収縮するだけだったら特に問題はないんですけど、夏の間にこう冷房とか冷たいものを取りすぎたりして、こう夏なのにもかかわらずこう緩まずにこう収縮している方っていうのは、秋の涼しい時期になってくるとより収縮してしまって、胸とかお腹の動きがこう悪くなってしまうんですね。で胸とかお腹の動きが悪くなってしまうことで、胃の働きが悪くなってしまって、で消化不良を起こしてしまったりとか、お腹が重たいっていうことにつながってしまいます。じゃあそのような状態に、なっているのかなっていないかと、なっているかなっていないかっていうのを見分ける方法を一つお伝えさせてもらいます。見分け方は簡単で、こう普通に立ったりとかこう正座で座った状態で体をこう真横にグッと倒します。でこう倒した時に胸とかこの溝落ち、お腹のあたりに問題がない方はスッと伸びるんですけど、ここの動きの悪い方は脇の下のあたり、このあたりに突っ張りが生じます。このあたりに突っ張りが生じている方は夏から秋になってきた時にお腹にこう不調をきたしやすい状態になってしまいます。じゃあそういうふうな方はどうすればいいのかっていうと、右手をまずお腹に当ててください。ちょうど溝落ちとおへその間ぐらいのとこに右手の手のひらを当たるように当ててください。ちょうどこの位置は胃の出口の部分になります。でこの胃の出口の部分を右手を当てたままそーっと自分の右方向に引っ張って 2,3 呼吸待ってからゆっくり戻します。でこれを3回ほど右にゆっくり持っていって 2,3 呼吸待って戻す。これを 2,3 回繰り返してください。こういう風にすることで動きが悪くなっている胃が動き出して、でこれが動き出すことで秋になった時のこう胃の重さだったりとか消化不良、お腹の重さを解消してくれるので、気になる方はぜひ試してほしいなと思います。それでは皆さん、また最初お会いしましょう。さよなら。